こんなお家に住みたい、全女性の夢の塊みたいなお家ですね、など反響が寄せられています。これまでにもインスタグラムで新居の様子をたびたび披露していた辺見さん、シャンデリアが吊るされた広々としたリビングや緑に囲まれたベランダなどを紹介していました。12日に更新した YouTube チャンネルでは、辺見エミリの新しいお家を大公開と題した動画を投稿。ナチュラルな家具やインテリアで統一されたベッドルームや、シンプルですっきりとしたキッチンなどを次々と紹介した辺見さん。家を引っ越して娘が部屋の掃除をするようになった。引っ越しは大変なんですけれど、今回いいきっかけになったかなと思っています。相当な理由がない限りは、引っ越さない方向になるだろうなという家に出会えました。と、新しい自宅に満足していることを明かしています。この動画にファンからは、おしゃれ&すっきり、こんな風に暮らしたい